未来人カオスは、手塚治虫による日本の SF 漫画作品。講談社の、週刊少年マガジン1978年4月16日号から1979年1月1日号まで、連載された。三つ目が通るの連載終了後に、週刊少年マガジンに連載された作品。最終話には、第一部間の文字が見られるが、 第二部以降の構想については明らかにされていない。手塚は本作について講談者漫画文庫二巻の後書きに変えてで友情とは何かに対する自分なりの答えと述べている。幼い頃からの親友だった津波浩二と大里城は共に銀河総合アカデミーの試験を控える学生。一見とても仲の良い二人だが大里は密かに津波の頭脳に嫉妬していた。 そんなところに、大里をそそのかす、謎の男が現れ、スナミを殺せ。殺せば、アカデミーに合格させてやるという男の言葉に、そそのかされ、ついに、スナミを殺してしまう。ところが、スナミは、謎の少女に助けられ、姿を変えて生き返っていた。その後、辺境に追いやられたスナミは、カオスと名を変え、いくつもの苦難や、死の危険を味わう。 かろうじてそのすべてを切り抜けた、彼は商人として成功、銀河の大富豪となる。そして、地球にてエリートとなった大里と再会。かつての恨みを思い出して復讐しようとするも、今度は二人して、死の危険にさらされ、生き延びるためお互いに協力せざるを得なくなって、ありがとうございます。